ポールサントイコールフォアイコールエイコールポンシャは、フランス、アキテーヌ地域圏、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏のコミューン、ベルジュラック都市圏に属する。1859年、サンタビデュ、ティザック、ルカネ、ラロケットの3つのコミューンが合併して、ポールサントイコールフォアという1つのコミューンとなった。この名は、ジロンド圏、サントイコールフォアイコールラグランドの港に関連している。 1960年、ポンシャと合併して、ポールサントイコールフォワイ,イコールエイコールポンシャとなった。推進が深いため、村の船乗り、漁民、職人、ぶどうやワインを売買する商人たちが、ドルドーニュ川の水上輸送の黄金時代とともに、商業や手工業の頂点に達した。強力な船乗りの暮らしは、川沿いの洋上、倉庫、ワイン貯蔵庫を活気づけていた。 現在のポールサントイコールフォワイコールエイコールポンシャは観光とレクリエーションの街である。ハイキング、ロマネスク様式の教会と製粉所、2カ所のウォータースポーツの拠点、テニスクラブがある。参照元、1962年まで、イヘス、カシニー、1968年から1999年 INSEE、2006年、2011年。ありがとうございます。